清水義弘です。この裏もむウォーキング方法というのは、人間の体の下半身には約 70% の筋肉がついていると言われています。その 70% ある筋肉を上手に活用することにより、ダイエット効果が高まってくるウォーキング方法です。またフラットに、足をフラットに着地しますので、膝に負担が来なくなります。そうすることによって膝への負担も減ってくるウォーキング方法になります。またこのウォーキング方法を覚えていただくと、将来的にはマラソンをしたいなという方にも活用していただけるようになると思います。